いやー、年取ったらもういろんなことありますよね。ほんと気をつけないかな思いました。昨日は、昨日の夜ですか、たまらんやったですね。倒れました。2回も倒れました。1回目は風呂場、昨日はやたらと寒かったもんで、熱い風呂に入ったんですよね。で、体温まってね、まあ体温まると打とうとするんですよね。いい気持ちになるんですよ。あんまり熱いのに風呂に入ったためか知らんけど、こすってる途中にね、タオルにボディーソープして泡立ててこすろうか思った時にね、倒れてるんですよね。ボトッと倒れた瞬間っていうのはわからない、自分ではわからない。もう気を失ってるんですよね。だから頭打ったんですよね。頭打ってるんでしょうね、この壁でね。わからないでしょ、自分では。気を失ってるから。で、気がついた時には倒れてるんですよ。で、起き上がらないかなと思って、起き上がろうとするんだけど、なかなか、起き上がれないんですよね。で、やっと、まあ、何分かかけて起き上がったのかな。そしたら今度はね、急に便、催すんですよ。便の方ね、大きい方ね。うわー、これは風呂場の中でするわけいかんからね、すぐ立ち上がって体を拭いてパンツ履いてシャツを着ろう思ってるもん、思ってるんですけど、もうシャツを着る暇もないぐらい催してるからね。もう、うちはあの、風呂場の横にトイレがあるんですよね。だからそのまま、裸のままですよ。トイレに駆け込んだんですよ。まあ、ちょっと、体は濡れとったかもしれんけどね。また、トイレの方でね、まだ倒れているんですよね。自分には気がつかないよ。自分ではわからない。で、トイレっていうのをかけるでしょ、中から。だから、外ではもう、外から開かないからね。ゴドーって倒れたらしいんですよ。自分ではわからない。気がついてた時には、倒れたまま気がつくんですよね。倒れたまま気がついて、あ、俺倒れたんだなと思って。また起き上がって、その倒れてる時間っていうのは分からない、自分は。もう気を失ってるから。何分ぐらい倒れてたのか、全然分からない、自分では。で、どうにか腕を伸ばしてね、鍵を開けてね。で、ドア開けたんでしょ、バーンと。で、初めてうちの奥さんびっくりしてね。裸のまま倒れてるからね。慌てて来て、来て、起き、
起こしてもらったんですけど、いやーたまらんやったね。なんで昨日は2回も倒れたんだろうね。風呂場で1回倒れて、まあああいうこともあるんだね。初めてでした、2回も倒れたのは。1回倒れたことはあるんだけど、もう何年も前ね、もう20年ぐらい前、パチンコ屋でね、もうどんどん出るんですよ。えらい今日はついてるなって、どんどん出るんですよ。もう何回もかかるんですよね、セブンね。わあ今日はついてるなって、でちょっとこうやっぱりトイレに行きたくなったからね、立ち上がってトイレの方に歩いてって、そうね、10メートルぐらい歩いた時かね、気を失って倒れてるんですよね。なんで気を失うのかね、自分では分からない。私の病気かもしれん。だからこう両脇こう座ってるじゃないですか、パチンコ売ってるじゃないですか、みんなびっくりしてね、私は倒れてるもんだから。で店員がすぐ来てから、大丈夫ですかって、その時目が覚めたんですよね、気がついたっていうかね。で、あ、大丈夫だ、大丈夫ですって言って、ね、でトイレに駆け込んだんですけど、どうもそういう倒れ癖がついたのかな。もう20年も前ですよ、それは。で、昨日の晩ね、20年後の昨日の晩、風呂場で一回倒れ、で、トイレで一回倒れ、ね。さっき話した通りです。で、もう次の日はもうその日はね、もうすぐ寝ました。あ、これたまらんって言って。もう寒くてたまらんやったんですよね。裸のまま倒れてるから。もう完全に芯から冷え込んでしまって。寒い寒い、もう。うわぁ寒い。すぐ洋服着たけど寒いんですよ。もうたまらんから寝るって言ってて、布団引いてもらって、寝たんですけどね。もう朝になったらケロとしてるんですよね。何事もなかったかのようにね。何でしょうかね。わかりません。これは病院に行っても治らんと思う。ね。わからん。ということで今日はバターピーを食べてますから、さっきから。ね。これもありますけど、なんていうか知らんけど。硬いな。はい、そういうわけでね、今日は自慢じゃないけど、2回倒れましたっていう話ね、をお話しいたしました。また、倒れたらじゃない。まだ生きてたらね、またお会いしましょう。バイ。